こんにちは。こんにちは。奈良ちゃんです。奈良市議の吉尾桃です。大上信です。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。今回はですね、はい、村上ロックさんにお越しいただきました。よっ、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。ロックさん、前回ですね、はい、お越しいただいて、なんと言いますか、ちょっとね、いい話。そうですね。ね。覚えてますよ。トンネルに入る電車の、ね、お話と、あと霊を冒涜する人のお話ね。で、視聴者の方がですね、すごい反響が、いやー、本当ありがたいですね。ロックさんをまた呼んでくれと。そうですね、はい、多かったですね、そうね。なんでちょっと今回また、はい、はい、お声かけさせていただいたんですけど。いや、光栄です、本当に。ありがとうございます。結構なんか、ロックさんの身長が小さいという方を知らない方が意外と多かったみたいな。そうなんですね。そうなんですね。びっくりしました、僕も見て。もっと大きいと思ってましたみたいな。ね、うん。黙ってりゃバレないってことですね。あの、なんかこうね、画面通してみたら。感じだと別に、高く見えるというか、多分165、165ってもっとありってもいいですよね。まあまあ70ぐらいのイメージあるんじゃないですか。これ、立って、サイズ見れます？あ、まあ、こういう感じなんですよね。僕が159です。はい。で、ノブさんが67です、ね。67。ちょっと伸びましたね。ちょっと伸びかと思う。なんすか、その、言いがかりなんすか？ちょっと伸びましたね。いや、なんか伸びた気がしません？伸びました。そうですね。うん、で、入学式みたいですよね、確かに。こうやってみると。そうなんですよ。だから、ロックさんを大きいと思われてる方は、これでね、そうです。サイズ感が、サイズ感が。並んだ時こういうサイズ感だということで。はい、そうなんですよ。ありがとうございます。はい、じゃあ、お座りいただきましょう。はい。ということで、はい、今回もですね、ちょっと回覧をお聞かせいただければと思いますので、はい、ちょっとお願いしてもよろしいでしょうか。はい。ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、今からね、これ数年前のことなんですけれども、はい、ある晩、僕が勤めています、怪談ライブバースリラーナイトに来られた、はい、まだね、20代前半かなという若いカップルのお客様が来られまして、で僕の正面に座られたんですよ、はい。僕ね、こうやって怪談始めたんですけど、はい、始まってすぐこのカップルの彼氏さんの方、うん、この方が、あ、相当怪談好きなんだろうな、と思ったんですよ、うん。っていうのが、隣のね、彼女さんの方、やっぱもうこんな感じで聞いてるんですけど、はいはい、この彼氏さん、満面の笑みなんですよ。で、終わった後お席伺ったらもう案の定で、いやー、僕ね、もうとにかく階段好きなんですよ。もう三度の飯より好きなんですっておっしゃるんで、うん、あ、そうですか。え、ってことは、もしかしてご自身でもそういう体験があるんですかって聞いたんですよ。で、この方、いや、それがですね、僕、こんなに階段好きなんですけど、そういった心霊体験って一回もないんです。だからね、僕いつかそういう体験してみたいなって思ってるんですよね、うん、って言った後に、あ、ただ僕ね、一回だけちょっと気味の悪い体験したことはあるんです、うん、って言ってもこれ別に幽霊だとか怪談話ってわけじゃないんですけど、あのね、自分の使ってる携帯電話にある日知らないおばあちゃんから留守電が入ってたことあるんです。あれちょっと気持ち悪かったんですよね。まあでもね、こういったってロックさんピンとこないですよねって言うんですけど、僕それ聞いた途端に、あ、確かになと思ったんですよ。っていうのが、実は僕も以前似たような体験があるんです。と言ってもこれもこの男性と同じで、別に幽霊だとか怪談話っていうんじゃないんですけど、これ今から20数年前、その時期ってちょうど日本の中でこの携帯電話ですとか PHS が一気にバーッと普及した時期で、そうですね、20年前、そうなんです。ちょうどその頃僕も携帯電話を手に入れて、その年の秋のことなんですが、その日の夕方自分の携帯ふっと見ると知らない番号から着信がありまして、でその後に留守電が一件入って、再生してみたら全く聞き覚えのない声の感じからすると70代かそれ以降の高齢の女性の声なんですよ。で、あきよ、あんた今日何時に帰ってくるの、早く帰ってきなさいね、ブツッと切れてます。でこれ聞いてまず思うのは、あ、間違い電話なんだろうな、ですよ、おそらくこの年老いたお母さんが自分の息子さんにかけてるつもりなんですよ。お母さんの年考えればね、この息子さんも50代か60代ぐらいの方なのかな、はい、
まあ、そう思ったんですけどね、うん、これあえてこっちからかけ直すのもちょっと面倒なので、うんうん、そのままほっといたんです、はい、それから1年後また同じ季節なんです、はい、着信と留守電が入ってまして再生してみたらあのおばあちゃんですよ、うん、アキよあんた今日何時に帰ってくるの夕飯作ってんだから早く帰ってきなさいねでこれ2回目にして僕ようやくあそういうことかと思ったんですけどこれ、まあ、今ねどうか分かんないですけどその当時って例えば自分が使ってる携帯電話それ解約すると今度その番号って全く見知らぬ誰かが使うってことが、ね、あったんですよありましたよねなので、これおそらく僕の前にこの番号を使ってたのがその息子さんなんだろうとで番号変わったのも知らずにそのお母さんがかけてきちゃってんだろう、はいはいはい、でもねこれ息子さんも番号変わったんだって、はい、一言ぐらい教えてやればいい、まあね、そうですね、そう思ったんですけど結局その年もかけ直すことはせず、はい、でついに3年目なんですよ、うん、やっぱり同じ時期に着信取るですね再生してみたら案の定あのおばあちゃんおばあちゃんあきよあんた今日何時に帰ってくるの夕飯作ってんだから早く帰ってきなさいね今日あんたの命日なんだからえっと思ったんですけどこの留守でそこで終わってないんですあなたこの留守電聞いてるんでしょこれ聞いてたら明夫に伝えてくださいってブツッと切るんですこれおそらくこの息子さんってその何年も前に亡くなってるんですでそれを知りつつその息子の命日にお母さん電話かけてきた、うん、で最後に言ったあなたこの留守電明夫に伝えてください、うん、これ裏返せば、うん、あなたも死んでくださいって言うんですよただねこれ、うん、さっきも言った通り別に幽霊だとか怪談話って言うんじゃないんですよ、うん、おそらくこの息子さんの仕置きにちょっと精神を病んでしまったのかなっていうおばあちゃんのエピソード、まあ、言ってしまえばね人間の怖い話として僕は今までいろんな方に話してきたんですよ、うん、でこれをこの若いカップルに伝えたところ、はい、聞き終わった直後この彼氏さんそれマジっすか、うん、いや本当なんですこれね僕が19、20歳の時に本当に体験したんですいやそうじゃなくてそのおばあちゃん明夫って言ってたんですよね僕にかかってきた留守でも明夫って言ってたんですえって言ってたら、うん、実はこのカップルの隣の席にも女性のお客様2名様座ってましてでその片方の方があのすいませんってで僕とこの彼さんをふって振り返ったらその女性手を挙げてすいません今のお話聞こえてたんですけどその留守電私にもかかってきたことあるんですよ、これ僕にかかってきたのは二十数年前、うん、で男性は5年前女性は3年前、はい、時期はバラバラなんですけど、はい、3人とも共通してるのがその留守電のおばあちゃん、はい、秋夫って言ってたんですよ、はい、でもそれが分かった途端に僕の中ではねそれまで生きた人間だと思ったのが、はい、ああどうやらあれこの世のものじゃなかったのかそんな認識に変わったんですよ、まあ、ただねこれ男性の方も女性のお客様 も本当に階段の好きな方たちでしたので、はいはい、いやーこんなことって本当にあるんですね、うん、いやこれちょっと貴重な体験しましたって言って二組とも喜んで帰られたんですよ、はい、さあ問題はその2日後なんですよ。2日後に再びこの男性のお客様、うん、1人で来られまして、はい、で前来た時にねこうパーッと明るい方だったんですけどどこかねドヨーンと沈んだ雰囲気なんですよ、はい、それ見て僕もえまさかなと思ったんでもしかしてこの前あれから何かありました？いやロックさんあれちょっととまずいですね。実はあの2日前この男性自宅に帰って夜寝ようと思って部屋の明かりを消した途端にもうなぜねさっきそんな体験したばっかりですからそれを思い出してさすがに怖くなったんです、うん、でなかなか寝つけずにいたんですけど、まあ、そのうちようやく外が明るくなってきました。でも明るくなってしまえば怖いもんじゃない。
そう思った途端にスーッと眠りに落ちた、はい、でどれぐらい時間経ったのか、これねおそらく昼頃だったって言うんですけど、この男性ある瞬間にふっと眠りから覚めたんです。でもまだ目は閉じたままで、ああぐっすり寝たなと思った時なんですよ。今自分が寝てるこの部屋の中、自分以外の誰かの気配を感じるんですよ。え？これ誰だ？と思ってるうちに、その何者かが寝てる自分を上からじーっと見下ろしてるのが分かるんですよ。マジかと思った時、その何者かが寝てる自分に向かってですよ。ねえ、寝てるの？その声が明らかに高齢の女性の声なんですよ。うわっと思ってこの男性見たくないんですけど、思わず反射的にふっと目を開けたんですよ。これ何のことはないですよ。彼のおばあちゃんが寝てる彼を上から見下ろして、ねえ寝てるの？って言ってたんですよ。あ、うんうんうん、なんすかそれ、おばあちゃんだったんですか、はいはいはい、だったらよかったじゃないですか、うん、そうですね。いや、よくないんですよ。だって僕一人暮らしなんです。彼のおばあちゃんって遠く離れた彼の実家で今でも暮らしてるんですよ、うん、だってね、本来その場にいないはずのおばあちゃんがいることがやばいんじゃないんです、はい、うん、僕のばあちゃんね、操り人形みたいに両肩がふっと持ち上がってるんです。で、両手をブランブランさせながら、ねえ寝てるの？って言うんですけど、ばあちゃん口なんて全く動いてないんです。えっと思った時、ばあちゃんの背後から全く見ず知らずの白髪頭のばあさんヒュッと顔出して、ねえ寝てるの？その瞬間に彼意識を失ったそうなんですよ。よくホラー映画なんかで怖い場面で気絶するっていう描写ありますけど、はい、あれ本当なんですねって言うんです。おそらくあの2日前、僕とこの男性と女性が共通の話題をしたがために、その話に出てきたおばあさん、彼の元に飛んだんでしょうね。ただ僕の元には現れてないんです、うん、さあこうなってくると気がかりなのがもう一人の女性のお客様なんです。それ以来その方うちの店にはいらしてないんですよ。まあどうか無事で会ってくれればいいなと祈るばかりなんですが、20年間生きた人間だと思ったのがある瞬間ガチャンとあの世のものに切り替わった。そしてそこからまた新たに怪異がスタートしたという、これ僕にとっても生まれて初めての体験だったんですよ。この現象が今後どうなっていく、どこかで楽しみのような、また同時に怖いような、そんな出来事だったんです。ありがとうございました。ねえ、だから本当に得体が知れないというか、何なのかその目的もわからないですし、で生きてるそのね、この青年のおばあちゃんを出しに使うというか、ちょっと悪質ですよ、ね、そうなんですよ、 そうなんですよ。生きてるね、そのおばあさんの、うん、もう幽体化させてるってことですもんね。なのか実際には来させないですもんね、うん、絶対。いやこれはすげえなあ、マジで怖い。ありがとうございます。ありがとうございますいや本当にね、今回ね、ちょっと皆さんのリクエストで来ていただいて、1回で逃がさないんで、はい、もうまだ伺いたいこと、ね、伺いたいので、いやこちらこそもところね、七不思議さんと座ろうかなと、ありがとう、これはこれでありがたい、嬉しいけどもそれは。ということで、はいはい、締めさせていただきます。今回は村上ロクさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。いいんだけど、視聴者参加型で判定もできたらいいかな。参加資格は1万人以下、5分以内の観覧バトルみたいな感じの形式でいいと思う。ああ、いいっすね。